まずは URL とストリームキーを取得するために放送するを謳歌します。適当な番組タイトルをつけて番組を作成するを謳歌します。番組に連動した URL とストリームキーが表示されます。ルミックス、ネットワークセッティング、ソフトウェアに URL とストリームキーを設定します。出力先を SD カードのあるドライブに設定して、ファイル名に半角大文字で分かりやすいファイル名、パスワードには数字4桁を設定します。 GH5 Mark II のメニューから配信先の読み込みを行います。先ほど保存した配信用の設定ファイルを読み込みます。ストリーミングをオンにします。この時点ではすでに Wi-Fi テザリング設定を完了していますが、事前にネットワークの設定を完了しておいてください。左上に三角のマークが出ていればネットワーク接続が完了しているという意味です。シャッターボタンまたは動画記録ボタンを押します。すると三角マークに電波マークが載るので配信が開始されます。タブレットで配信状況を確認します。一応、配信されているみたいです。